東大コーラリアンが消滅するまでよ。一つたりとも落とさせないで。どこのガコやら。巨大な攻撃を受けています。私はここに真実を携え、我々は真実を直視するしかない。真実であるがゆえに、いよこの惨劇を。人類はコーラリアンと呼ばれる未知の生命体の攻撃を受けている。かつて都市連邦はこの事実を隠蔽した。なぜなら、彼らにはそれを制する力がなかったからだ。だが私と新連邦はここに立ち上がった。コーラリアンを殲滅し、人を救うために。こうなりゃ力には力を、こうするしかねえ。敵が絶対的な力を持つならば、我らも同じ力を。力を持たなければ人に未来はない。エゴはそうな声だ。未来を切り開く。かの英雄アドロン、こんにちは。総地帯の総兵士、戦闘能力の高いユニットがいる。オーラリアに対処してください。アゲラコの総兵を私たちに残してくれた。諸君、今が真摯的知らせだ。現在各地が敵の攻撃を受けている。私は行動する。体が痛い。人を救いに行くのだ。いいな、やろう。これが邪魔で。修復部隊が到着。拠点に向かいます。コーラリアンの動きに呼応してインベーダーが現れた。まさにアドロップの示す通りだ。違う、アドロップのエレカと出会い、アゲハ構想を否定した。私一人で十分よ。
留意。君はアゲハ構想の何を理解している？あの演説は表面だけにとらわれた者の発想だよ。たとえそうでも構わん。私にとってシカブコーラルは滅ぼすべき存在なのだからな。ではせいぜい頑張る。回収シーン切れました。一体何を考えている？任務を出してこんなことをして、自らの力を誇示するつもりは？私一人で十分よ。ミニオンコラルの戦闘で世界を思うように動かすということだ。しかもこんな茶番にアドロップの名を利用しやがって。父さん、レントン聞け。アドロップがこんなことのために利用されちゃいけないんだ。ありがとう。誰が忍びよ。あんたに
決まってるでしょ。やれやれ、言ってれば。お願いしてもよろしいでしょうか。いつ様の命令とは言ってもさ、新年俸が踏むなんてね。あんな気持ち悪いおやつにさまつけなんて。あんたこそ何様の勝利よ。キッツ様は優しいんだから。優しいのは優位だって同じよ。おい、なんだこいつら。動きはクイーンか。そんな、私が苦戦するなんて。もうゲームに勝てないの。バイバイ、デシャバルカだよ。ここからは私のステージ。見ていて、ユーイ。これでどう。撤退するんだ、あの俺。みんな動くのだった。俺の兄。終了。